よう、ゼルドリス。裏切りの滞在人が敵地へのこのこと。いい度胸だな。しかも不浄の女神を伴い戻ってこようとは、おしゃぶりの鬼がついていながら、なんたる不始末。わしは反対したんじゃ。こんな女は一刻も早く始末するべきだと。いい加減にしろ、チャンドラ。だって単純な要件さ。俺は魔人王になるために来た。魔人王になるのはこの俺だ。だからなんでそう俺だけのけものにするかな。この世にたった三人の兄弟だろ。ぶっちゃけ魔人王のイソナンズに興味はねえが、お前らが奪い合うなら俺も混ぜてくれよ。生きていたか、エスタロさん。あの人はメリオダスを一度殺した。でも不思議だわ、その前に一度どこかで会ったことがあるような。兄貴こそ元気そうじゃ。お前はエリザベス。どうして私の名前を。あなたと会うのはこれが初めてよ。はあ、さあな。俺にもよくわからねえ。なあ、やっぱり気が変わった。俺は魔人王のイストリゲームから降りるわ。その代わりエリザベスを俺にくれよ。えっ、こりゃ都合がいい。今さら兄弟喧嘩をしに来たわけじゃねえが、二つだけはっきりさせておく。魔人王には俺がなる。エリザベスは誰にも渡さねえ。ふぬけの分際で欲張ってんじゃねえぞ。今さら貴様なぞに俺の野望を邪魔されてたまるか。ゼルドリス様、動くな。俺たち兄弟の問題だ、引っ込んでろ。おの、ね、これ動いたら死ぬやつです。これぞオータル威厳、オータル力。チャンドラーは感動の涙を禁じ得ません。バカな、魔人王の魔力を持ってさ、ビクトも体を動かせんだと。父上の言う通り、メリオダスは本当に面白いよ。メリオダス、こないだとはまるで別人。メリオダス、もうやめて。これ以上続けたら。あんたは確かにあのメリオダスだ。次期魔人王と噂され、四大天使すら恐れた俺の憧れの兄貴だよ。ふぬけ呼ばわりしたことは謝る。とはいえ、まだ諦めやしねえがな。ふざけるな。兄者が認めても俺は認めんぞ。断じて認めん。メリオダス、貴様が魔人王の力を求める理由は所詮、その女と自分にかけられた呪いを解くためだろう。そうさ、そのためにお前が親父から借り受けた魔力を奪いに来たんだ。だが今ので分かった。正直当てが外れたぜ。借り物の魔力を奪ったところで呪いを解く力はねえ。黙れ黙れ。魔人王になるのはこの俺だ。抜け目ねえな。ああ、もう惜しい。ゼルドリス、お前が魔人王にこだわる理由は分かってる。黙れ。ゼルドリス様、どうされました。いいだろう、貴様に協力してやる。正直気は進まんがな。
どういう風の吹き回しだ。脅迫でもされたか。だが貴様の言う通り、俺の借り物の魔力を手にしたところで父上の力には及ぶまい。それとも魔人王の域に達するまで鍛錬でもするか。それじゃあ時間がかかりすぎる。俺たちにはあと3日の猶予もね。ゼルドリス、エスタロッサ、お前たち2人には全ての解剖を回収してきてもらいて。どういうことだよ。かつて親父は広大で無秩序な魔界を支配下に収めるべく、しもべに自らの力の半分を分け与え、一気に制圧しようと画策した。だが強大すぎる力は己の地位すら脅かしかねねえ。親父は効率よく魔界を掌握し、決して一人に強大すぎる力を与えぬよう、その力を十遍に分け、十人の戦士に与えた。それが実戒だ。海軍を全て吸収すれば、俺は魔人王と同等の力を得ることができる。おいゼル、そんなことが本当に可能なのか。次回、裏切ったゴーセル、グロキシニア、ドロールの海軍はすでに回収済みだ。マジかよ、見せろ。クヒト、面白え。さっさと俺にも回収法を教えろ。なんだよその面は。人手は少しでも大いに越したことはねえだろ。ん、オーゼン、メイヘン、カイシマ。おい、何の真似だゼル。まさか俺の開言をの地面。あ、何も起きねえぞ。開言の回収には本人の同意がある場合、戦闘不能にある場合、いずれかの条件が必要だ。それを先に言えよ、驚かせやがって。だがどうする、メリオダス。魔人王への忠誠心がなかったゴーセルとグロキシニア、ドロールはあくまで特殊ケースだ。皆魔人王に強い忠誠を誓っている。拒まれれば当然奪うことはできんぞ。なあ、殺しても奪えんのか。何？いや、言い方が悪かったな。ほらあれだ、もしも誰かにやられていた場合って言いたかったんだ。仮に実戒が死ねば、海軍は死体にとどまる。剥がすのは容易だ。まずは倒されたガラン、メラスキラ、グレイロードから海軍を回収する。グレイロードの海軍ならここにある。何？次回、この時のために奪っておいた。メリオダス、残りの海軍はお前らで何とか探し出してくれ。なんだよメリオダス、自分は一人高みの見物か。魔人族の裏切り者に海軍をおとなしく渡す奴がいると思うか。だからお前らに任せるんだ。頼んだぜ二人とも。自分の立場をよくご存知のようだ。なんだか面白いことになってきたじゃねえか。裏切り者が戻ってきて、今度は俺たちの王になろうってんだ。念のために言っておくぞエスタロッサ、くれぐれも回収した海軍を取り込もうなどとは考えるな。うん、行くぞ。